それではこれから文献紹介いたしまして、ノベルアプローチというデベロップトプランナントランスレーションというタイトルで、ナックルの2016の論文を紹介させていきます。よろしくお願いします。で、論文概要です。この論文では、単語対応からその、今まではデベロップトプランナントというものは言語ベースで、単言語ベースでデータが作られて、構文解析などを通して、保管されるみたいな話が多かったんですけれども、この論文では単語対応、2つの言語対応、パラレルコーパスから、欠落代名詞の検出データを自動的に作成する方法を、提案しており、なおかつそれをその作ったデータを元に元のデータからその欠落代名詞を復元するというモデルを作ることによって、機械翻訳の性能を改善することができたということ、論文になっています。はい。で、導入に入ります。中国、日本語でもそうなんですけれども、中国では代名詞の省略が頻繁に起こります。で、これまでの研究からも明らかにされているんですけれども、これらを適切に保管して、保管してやることによって、中国語の場合だったら中国語から英語の方向なんですけれども、中英の翻訳性能が向上するという話がすでにされています。で、ただ問題となるのが、こういったデータ、復元すると、性能が上がることは言えるんですけども、代名詞の復元問題はその使えるデータがそもそも少ないという問題があります。なぜかというと、まずアノテーションが難しいという問題と、アノテーションが難しいというのが問題としてありまして、で、日本語でもちょっと僕がチャレンジしてるんですけども、やっぱりそのうまく英語と対応するような復元の仕方をしないと性能が向上 しづらいという話があるので、データを作るのが難しいという問題があります。はい。で、中国だとこんな形で、日本語と同様に主語代名詞、代名詞が欠落する要素、が代名詞等がよく欠落します。 I だったり It だったり You とかっていった単語が、中国語で欠落するんですけども、それを翻訳するときに復元するのがやっぱり難しいところになります。で、この論文での、モチベーションとしましては、パラレルコーパスを利用すれば、こういった、代名詞がちゃんと復元されたデータっていうのが作れるんじゃないかという話になっています。で、そのデータを作る際に、英語の情報、代名詞の省略がされないような言語では、明示的に代名詞があるので、それをもとにその対応単語対応のもとに、プロドロップランゲージの方に代名詞を挿入することによって、欠落した代名詞っていうものが、復元できるようなデータを作ることができるっていうのがこの論文のモチベーションになっています。で、パラレルコーパスか単語対応が自動的に作ることができるようになれば、再生成可能ってことで、他の、どんなコーパスに対してもこのようなデータが作れるようになるところになります。で、多資源に依存しないので、比較的再現もしやすいということになります。で、中国語だと、こんな形で、サブジェクトプラスナルとかオブジェクティブとかポッシブ、オブジェクティブポッシブ、リフレクシブなど、大体日本語と一致するような、日本語とも対応関係がつくような代名詞が欠落します。で、これを、この論文では自動的に復元する方法を、提案しています。で、まずオーバービューです。基本的には、元のコーパスから、ギザ使って単語対応を求めて、そこから言語モデルなどを利用することによって、復元したコーパスを作ります。で、その復元したコーパスと元のコーパスを利用して、そのゼロ代名詞、欠落した代名詞を復元するモデルを作って、入力に対してその欠落代名詞を復元するようなモデルを作ります。で、機械翻訳の方のモデルは、この理想的に作られた、欠落代名詞が復元された英語と中国語を利用した翻訳モデルを作り、そこから、このデータを使って最後に出力を得るという形の流れになっています。で、次に説明するのはこの部分ですね。ここのどういうふうに復元を行うかっていう話になります。で、単純なアイデア、気づけばその通りだなと思うんですけども、単語対応を利用すると、例えばこれはアライメントのエグザンプルになるんですけれども、英語側だと、我が欠落してるんですけども、
英語で名詞的な代名詞が単語対応を取るとどのようになるかっていうのがこのアライメントになっていて、例えばまあ I とかになるとこの単語対応の列に対してまあ一切単語対応はないような単語対応が得られます。で、まあ、これを自動的に検出する、自動的にまあサーチをして、ここからこの i が抜けていることが分かるので、まあ、その i を元にどこに埋めるかっていう問題を、埋めるかを決めてやれば、まあ、自動的に単語対応、欠落代名詞が復元できるという仕組みになっています。で、まあ、その際にどういうふうに復元するかになるんですけれども、基本的には言語モデルを使って最もらしい文を検索するんですが、まあ、その際にある程度範囲を絞ってから探索したいということで、この場合だと、まあ、簡単なヒューリスティックを使っていて、左側の単語対応と右側の単語対応の間のどこかに必ずその i に対応する語が入るというふうなヒューリスティックスを使っています。なのでここの i に対する、i に対する対応語っていうものはこの4つの間で、まあ、間を取ると1,2,3,4,5 の、まあ、ここの間にどこかには i に対応する語が入るということになります。で、まあ、この i に対応する語っていうのは wow っていうのが分かっているので、あとは言語モデル的にどれが一番最もらしいかっていうものを探索して、挿入することによって単語対応を復元しようと復元しています。で、こちらに使う言語モデルなんですけども、まあ、大規模な言語モデル、大規模なコーパスから獲得した言語モデルを使うことによって、例えばまあ一部の今目的としているコーパスに対しては、まあ、単語対応言語モデル的には欠落しやすいかもしれないですけども、例えば日本語だと話し言葉や新聞といったように、新聞だとまあ代名詞の欠落が現れにくいんですけども、まあ、話し言葉を対象としている場合には代名詞の欠落が現れやすいという問題があるので、まあ、新聞のデータを利用すればこういった言語モデル的にもここの復元がどこに入れるのが適切かっていうのが分かるってことになります。で、まあ、ここからこの手法を利用することによって、まあ、単語対応から自動的にここに復元、欠落代名詞が復元されたデータを作ることができるようになります。で、そこからまあ系列ラベル問題としてまあ、この挿入をするんですけども、次に作りたいのはこの文からこの wow が抜けているっていうことをまあ明示的に検出するモデルを作りたいということになります。で、この時に著者らは今回は今回系列、まあ、ラベル問、系列ラベル問題と分類問題を2つ連結的に解くことによってこの問題をモデルを作ることを、モデルを作っています。で、まず最初に、まあ、DP ディテクションということで、ワードトゥーベックを利用したリカレントニューラルネットワークによる、まあ、系列ラベリング問題ということで、まあ、0,1 の系列でこの間に、DP があるなしあるなしっていうのを、解くようにしています。他、でその、まあ、0,1 の欠落代名詞があるかないかっていうのを判定後に、まあ、1のラベルに対して、まあ、欠落があるぞっていうところに対して、まあ、どのような代名詞が欠落化してるかっていうのをタチラベルで解くことによって、タチラベルで分類を行い、まあ、Y が抜けている、2が抜けているなどを分類します。で、これをまあ連結させることによって今回の DP の生成を行っています。DP の検出を行うモデルを作っています。で、まあ、基本的にこの K01 の判定の方は、まあ、リカレントに、ワードトゥーベックを使ったリカレントニューラルネットワークの方でかなり十分な性能が出ています。で、次に説明するのはこちらの、まあ、ここに代名詞が入るという仮定のもと、まあ、どのような代名詞が入るかっていうのを、分類する問題になります。で、まあ、基本的にはマルチレイヤーパーセプトのところで、MLP を使って、モデルを作っています。で、まあ、分類モデル、日本語でもそうなんですけども、雅楽がないっていうのに対して、まあ、雅楽がなければ、単語を埋めるというのが、まあ、日本語的な素数になると思うんですけども、まあ、そういった情報を、素数に組み込むためには、まあ、分類モデルにはまあ構造情報が必要になります。で、こちらに挙げているのが、今回、
著者らが使ったそのボルノイモードやっとくときの、組成リストになっています。で基本的な、ポストとか、ワードの歴史コンだったりするんですけども、この、まあ、コンテキストのフィーチャーと、シンタックス構造情報を、組成の中に組み込んでいます。まあといっても、まあ、合計で 10種類程度しかない程度の、まあ、組成になっていて、基本的な、複雑な組み合わせ等は、まあ、MLP で、ある程度自動的にやってもらうという形になっています。で、まあ、この構造データを入れることによって、まあ、どのような子が欠落しているかというのを構造的に解くことができるだろうというのが、まあ、著者らの主張になります。で、まあ、ここまでで、上半分について説明を行ってきました。でここからここまでで、まあ、未知の文に対しても、欠落した代名詞を検出するモデルで、翻訳モデルに翻訳のトレーニングに必要な、欠落してない日本中国語と英語の、まあ、翻訳を行うモデルが作ることができるようになりました。でここからまあどういうふうに翻訳に統合するかって話になります。で基本的には、まあ、欠落した代名詞を復元して単語対応の、まあ、理想的なデータをそのまま翻訳モデルに利用します。で、まあ、こうすることによってもともとあるはずだった単語がそこに埋められることがな、埋められるようになるので、英語との一対一対応がつくようになるので、まあ、単語対応が向上するようになります。でさらに、まあ、入力に DP 入力に対してもこの作った検出モデルを使って欠落代名詞を復元する復元しないっていうのを、する、まあ、手法も一つあります。で、まあ、ここまでは多分標準的な考えられる、実験設定になると思います。でその他に、まあ、ここの出力っていうのそのどのような、欠落代名詞が入るかっていうのが、まあ、不安定なこともあるので、今回は NBEST 入力で入力ができるようにしています。もうモーデスでは、まあ、コンフュージョンネットワークといって、グラフを投入して入力として一部に対するグラフを入力して出力するというオプションがあるので、これを使って重みを NBEST だと全部均等に重みをつけることによって入力部に対して揺らぎを作るようにしています。で、まあ、実験設定になります。DP 検出用の翻訳モデルでは言語モデルが必要になります。でこの言語モデルが実質その欠落した代名詞がちゃんとあるかないかっていうのを、まあ、判定するための、モデルになっているので、今回 2.13TB ですねの、非常に巨大な、チャイニーズ中国語の、まあ、ウェブページの言語データから、言語モデルを作っています。で翻訳用の言語モデルには、まあ、7メガ程度のイングリッシュの、今回使うデータがサブタイトルオープンサブタイトルのデータになっているので、まあ、それを7メガ使ってやっています。700万分使ってやっています。で、訓練セットとしましてはオープンサブタイトルなどから、中英の翻訳タスク用のデータを100万分集めて、それを使っています。でテスト文とデブセットはマニュアルで、手作業で作った文らしいです。でさらに、まあ、単語対応、まあ、この100万分だとオープンサブタイトルのデータがあまり質のいいデータではないので、でアライメントのデータだけ、まあ、単語対応を取るときだけデータを追加して、まあ、600万分計700万分で単語対応を取ってから、まあ、100万分だけ使って翻訳モデルを作るっていうようなことをしています。で、結果になります。まず、まあ、DP の検出予測モデルの性能について説明します。で、まあ、単純なまず、どこに代名詞が欠落しているかっていう判定なんですが、まあ、単純なリカレントニューラルネットワークのモデルだけでおよそ 90% 程度の、まあ、性能を達成することができることが分かります。で、まあ、そこからさらにそのパイプライン式に、NBEST を利用しパイプライン式にどのようなラベルが入っているかっていう予測モデルを立てるんですけども、そこに、まあ、パイプラインまでエンドトゥエンドで評価すると大体7割ぐらい精度的な7割ぐらいの性能が出ていることが分かります。で、まあ、このことかこの結果から分かることが、そもそもやっぱり
検出どこに欠落してるかっていうのは比較的分かりやすいっていうのがあるんですけれども、そのラベルがどういうラベルかっていうのが、原言語の単言語の情報だけから推測することはかなり難しいってことが分かります。例えば、まあお金を払ってよっていう時に、まあ、私がお金を払うのかあなたがお金を払うのかそれとも彼がお金を払うのか彼らがお金を払うのかっていうのを、原言語だけの情報から、まあ、予測するってことが単純なところ難しいってことになります。まあ、そういった認証の曖昧性があるので、まあ、これを単言語解くのは難しく、まあ、7割程度しか性能が出ないということになります。なので、まあ、ここを補うために NBEST を利用することで、うまく翻訳ができるようにするっていうのが著者らのここの試みになります。で、結果になります。翻訳の結果の実験結果になります。でベースラインがモーデスでだいたい20、まあ、テストセットで18ぐらい19近く出るようになります。で、先ほど説明した、欠落代名詞を復元した元データを使って、翻訳モデルだけを作って、で入力は欠落代名詞を復元しない状態で、入れた場合の結果がこちらになります。で、性能的にはだいたい、まあ、それだけで 0.61 ポイント 0.61 ブリューで 0.61 程度上がるようになります。まあ、このことから言えるのは、まあ、単語対応、欠落代名詞を挿入することによって単語対応がより性能が高くなり、まあ、性能的にもいいフレーズができるようになったということになります。で、そこから、入力側にもちゃんと欠落代名詞を復元して、まあ、入力することによって性能がある程度上がっていくようになります。で、今回の実験設定では6ベスト入れたときに 1.58 ということでブリューが 1.58 ポイント上がるようになりました。で、アッパーバウンドとしまして、自動的に検出する方法っていうものを、まあ、人手でやってみたパターンと、それを、先ほどの手法を使ってテストデータに対しても復元してみたパターンっていうのがあるんですけども、まあ、その場合には、まあ、3.17 でアッパーバウンドがこれぐらいになるということになります。なので大体、まあ、3.17 分の大体半分ぐらいの性能を、まあ、6ベースで達成することができたということになります。で、まあ、さらにここを、この検出入力側の欠落代名詞の検出モデルを、まあ、洗練していくことによって、最大で、まあ、3ぐらい上がるような効果があるということが、まあ、この結果から分かります。で、ケーススタディです。まあ、どのように、翻訳するときに変化するかっていうのを、まあ著者らが例をとって説明してくれています。で、基本的に PBMT っていうのはヌルから単語を何かしら生成するっていうのが、難しい苦手としているところです。なので、適切な単語を対応するような語を、まあ、挿入してあげることによって、まあ、翻訳しやすい文が作れるということになります。で、例えば、まあ、最初の原文だと Want to even miss me っていう中国語、英語に対して中国文ではこういった語があるんですけれども、まあ、ここには和をが、まあ、もう一個ここに欲しいというのが、文になります。あ、すいません。リファレンスは You won't even miss me ってことなので、この文だけで訳すと、You が足りないので、Won't even miss me ってことで、You がここに欲しいなっていうことになります。で、ここに、まあ、最初の検出モデルで予測を行うと、Wow が入るようになるんですね。で、まあ、この Wow が入ってしまうんですけれども、実際は2が入ってほしいので、あ、じゃあ、2が入ってほしいってことがあるので、まあ、NBEST を利用すると、WOW とか2とかが入るようになって、まあ、ここから、まあ、MI とかの後ろの矛盾を考えると、ここは U に入るだろうっていう、探索ができるようになるわけです。で、まあ、NBEST を入れすぎると、今度は、まあ、HE とかも入ってくるようになってくるので、まあ、HE とか U でどっちが最もらしいかっていうのは、ちょっと言語モデル的にも区別がつかなくなるので、ノイズが多くなって間違ってしまうということになります。で、まあ、ここで言いたいこととしましては、 NBEST を使うと比較的その、認証とかそういった言語的な情報が欠落してるんですけども、まあ、NBEST を使うことによってある程度揺らぎを持って入力文を入れることができます。で、まあ、その入れすぎればいいってものではなくて、ある程度量を鑑みて、まあ、入れる必要があるということになります。で、まあ、こうやって NBEST を考慮することによって揺らぎを持って入力文に揺らぎを持たせつつ翻訳ができるようになる、ということになります。で、まあ、その揺らぎの中から言語モデルが適切な語を選べるという、
一連の流れが作れるというのが、まあ、この論文での手法のいいこと、メリットとなります。はい、まとめです。まあ、単語対応から一番大きなところは単語対応から自動的に、主語欠落代名詞の検出モデルを作ることを示しました。で、強しなしで作れるのでデータの整備などが低コストで済みます。で、DP の性能自体は約7割と、まあ、今一つなんですけれども、これだけでも十分に性能を達成することが十分に翻訳性能を改善することができることを示しました。で、NBEST を利用することによってある程度入力に揺らぎを作れつつ、まあ、入力を行うことができるのでより性能が上がるということを示しました。はい、以上で発表を終了します。ご清聴ありがとうございました。